キングプリンスへの感動的な別れ、平野紫仕様の声が止まった瞬間、キングプリンスへのファンにとって、2023年5月22日は忘れられない日となるでしょう。この日、平野紫仕様さん26、神宮寺ゆ太さん25、岸ゆ太さん27の3人がグループを脱退することが発表されました。そして、その2日前、 5人のメンバーによる最後のパフォーマンスが音楽番組メニュー 101NHK 総合で行われ感動の瞬間が訪れました。このラストパフォーマンスでは5人は1番シンデレラガールビューティフルフラワーの3曲を披露しました。特にビューティフルフラワーの歌唱中に起きた感動的な出来事がファンたちの心に深く刻まれました。 ビューティフルフラワーの歌い出しは平野紫耀さんが担当しましたが、感極まった瞬間、彼の声が途切れてしまいました。しかし、この瞬間にメンバーたちの絆とサポートが光りました。向かって左側に立つ神宮寺さんが、平野さんの背中を叩いて励まし、自らの声を重ねました。さらに、岸さんも神宮寺さんに続き、声を重ねました。 高橋海人さんと長瀬廉さんも平野さんに視線を送り、メンバーたちの団結が感じられました。平野さんは一時的に後ろを振り向き、泣き顔をカメラに映すことを避けました。しかし、彼はすぐに元の体勢に戻り、自分の髪をつかみながらも、メンバーたちと歩調を合わせました。その近くでは、高橋さんも涙を流しながら歌い、感極まった様子でした。 ラストでは平野さんが再び歓喜はまり、声が途切れ途切れになりました。さらに、これまで安定して歌っていた岸さんも一瞬ながら歌えなくなり、5人の感情の高ぶりが隠せませんでした。そして、楽曲が終わると、全員がお辞儀と共にパフォーマンスを終了しました。この感動的な瞬間に対し、ファンからは感謝の声が多く寄せられました。 ツイッターには次のようなコメントが投稿されました。潮君が泣いて歌えなくなっちゃった時にジン君とキシ君がすぐ気づいて助けるのが素敵すぎる歌えなくなった潮君をキンプリみんなでカバーキシ君泣いて歌えなくなるの初めてだし紫輝くん最初から泣いて多少君泣いて歌えなくなっちゃったけど背中さすってあげて一緒に歌おうとしてくれるメンバーたち。本当に仲がいいグループだよね。 これらのコメントからは、メンバーたちの絆と友情が強調されています。キングプリンスをファンにとって特別な存在であり、彼らの音楽活動に感謝の気持ちが溢れています。結論。キングプリンスへの平野耀さん、神宮寺ゆ太たさん、岸ゆうたさんの脱退に伴うラストパフォーマンスは、感動的な瞬間で溢れていました。 特に、平野志耀さんが歓喜はまり、声が途切れる場面でメンバーたちが助け合い、絆を示した瞬間はファンにとって忘れられないものとなりました。ファンからの感謝の声が多く上がり、彼らの音楽活動への愛情が示されました。キングプリンスへのこれからの活動にも期待が高まります。